それ。三、美味しいうん、美味しいよ。四、はいはい。五、いきれい六、本当本当。七、田中さん田中さん。八、いいいいよ。九、ここ うん、そこ10分かったはいわかりましたセクション21こんにちはこんにちは 2, 2先生おはようございますおはよう3エミさんじゃあねうんまた明日4お先に失礼します 五、ああ<ー>、すみません。六、行ってきます。行ってらっしゃい。七、ただいま。お帰り。八、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。九、いい天気ですね。ええー、そうですね。十、お元気ですかはい、元気です。 セクション31何時ですか ?9 時です2今何時ですか ?4 時3何時に寝ましたか ?11 時半ぐらいです4テストは何時からですか ?10 時からですよ5今日は何日ですか ?4 月1日です6今日は何曜日 水曜日だよ。七、誕生日はいつですか八月二十日です。八、銀行は何時から何時までですか九時から三時までです。九、今年は何年 ?2006 年、平成18年だよ。十、日本に来てどのぐらいですか一年三ヶ月です。 セクション4、1、はじめまして、渡辺です。田中です。どうぞよろしく。2、鈴木さんですかはい、そうです。3、佐藤さんですかいいえ、加藤です。4、あれは日本語で何ですかあれあ、あれは交番ですよ。5、それは何ですかデジカメです。 六、6. 山田さんの部屋は何階ですか三階です。七、お名前はペドロです。お国はスペインです。八、ノート三冊ください。はい、三冊ですね。九、駅までどのぐらいですか一キロぐらいです。十、新宿駅はどこですか あそこですよ。セクション51何歳ですか ?28 歳です 2, 2どんな映画を見ますかコメディーをよく見ますね3黄色と赤の花をくださいはい、黄色と赤ですね4今日は暑いですねええ、本当に 日本語の勉強はどうですか漢字は難しいですが、とても面白いです。6いくらですか ?210 円です7。テスト難しいですかいいえ、簡単ですよ8。鈴木さんはどんな人ですか親切な人ですよ。9この靴、ちょっと大きいです。 じゃあ、これはどうですか十、これ、綺麗ですね。ええ、とても綺麗ですね。セクション六、一、はじめまして。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。二、どうぞ。ああ、どうもすみません。いただきます。三、お国はどちらですか韓国です。 4. 日本は初めてですかいいえ、3回目です。5. 和食は大丈夫ですかはい、大丈夫です。6. そろそろ失礼します。そうですか。じゃあ、また。7. うわー美味しそうそれ何ですかこれ中国のお菓子、一つどうですか ?8. いつ日本に来たんですか2ヶ月くらい前です9今何時えっと4時20分10今度の休みどこ行くの友達と海に行きますセクション7 1あのー、学校の電話番号分かりますかえっとね 03-3205-132、ビデオレンタルはいくらですか一泊350円です。3、昨日、携帯を買いました。へえ、どこで買いましたか ?4、田中さんの家はどこですか新宿です。学校に近いです。5、 パクさんの先生はどんな人ですか面白くて優しい先生です。6、山田さん、趣味は何ですか趣味うーん、写真かな。7、日本語の授業はどうですかとても面白いと思います。8、この写真、見てください。ハワイの写真です。わー、綺麗な海。 9、キムさんは日本人のボーイフレンドがいます。へえ、どんな人ですか親切な人です。それから、韓国語がわかります。10、カラオケ、カラオケ、どうですか ?1 時間1500円です。うーん、ちょっとねー。新宿のカラオケの方が安いですね。ああ、そうですか。じゃあ、 一時間千三百円でどうですかうーん、まだちょっと高いですね。セクション八。一。木村さんの彼はどんな人ですかお金持ちです。二。山田さんの家族はタバコを吸いますかいいえ、誰も吸いません。三。ジョンさん、今日、どこで昼ご飯を食べますか ごめん、もう食べちゃった。4、先生、今何時ですかあ、時間ですね。じゃあ、少し休みましょう。5、いらっしゃいませ、お二人ですかはい。6、昨日のサッカー、見ましたかうん,うん、あまり好きじゃないから。7、うわー、その靴、かわいいね。 本当ありがとう。八。あれ山田さん、どこ行くのちょっとそこまで。九。あのー、すみません。次の電車は何時に来ますかあ、今の電車が終電です。終電ええ、電車は明日の朝まで来ません。十。田中さんの誕生日はいつですか10月15日です。 ええー、私は17日です。近いですね。セクション9。1。この辺に駅ありますかええ、すぐそこです。2。その辞書はいくらですか ?3000 円です。3。このノートは誰のですかあ、それサラさんのです。4。 山田さんの部屋は新しいですかい,いえ、古いです。でも綺麗です。五。田中さんの部屋は綺麗ですかい,いえ、綺麗じゃありません。でも新しいです。六。ああ、今日は暑いですね。そうですね。今日もビールが美味しいですね。七。サラさんは字が綺麗ですね。 どれ見せて。あ、本当だ。8。え、アイス寒くないですかええ、おいしいですよ。9。映画、どうでしたか面白かったですよ。10。これは何ですかこれああ、これ、お好み焼き。え、お好みうん、お好み焼き。 美味しいよ。セクション10。1。ああ、うまかった。ほんと、美味しかったね。2。ああ、お腹いっぱい。私も。3。3> ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。いいえ、どういたしまして。4。デザート食べますかいいですね。 五。たくさん食べてくださいね。はい。いただきます。六。この店、サービスもいいし、料理も美味しいし。そうだね。また来たいね。七。この店、どうだったうーん。料理はいいけど、サービスがちょっとね。八。これも美味しいよ。 それからこれも。本当だ美味しそう !9。これ美味しいよ。ちょっと食べてみるうんありがとう !10。豚肉はちょっと。ああ、そうなんだ。ユニット1。セクション1。1。そうそう。2。 ええー、どれこれうん、それ。三、おいしいうん、おいしいよ。四、はいはい。五、きれいきれい。六、本当本当七、田中さん田中さん。八、いいいいよ。 9、ここうん、そこ。10、わかったはい、わかりました。セクション2、1、こんにちは。こんにちは。2、2> 先生、おはようございます。おはよう。3、エミさん、じゃあね。うん、また明日。4、 お先に失礼します。お疲れ様。5。ああ<ー>。すみません。6。行ってきます。行ってらっしゃい。7。ただいま。お帰り。8。どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。9。いい天気ですね。ええー、そうですね。 10、お元気ですかはい、元気です。セクション3、1、何時ですか ?9 時です。2>, 2、今、何時ですか ?4 時。3、何時に寝ましたか ?11 時半ぐらいです。4、テストは何時からですか ?10 時からですよ。5、 今日は何日ですか ?4 月1日です。6今日は何曜日水曜日だよ。7誕生日はいつですか ?8 月20日です。8銀行は何時から何時までですか ?9 時から3時までです。9今年は何年 ?2006 年、平成18年だよ。10 日本に来て、どのぐらいですか一年三ヶ月です。セクション4。1。はじめまして、渡辺です。田中です。どうぞよろしく。2。鈴木さんですかはい、そうです。3。佐藤さんですかいいえ、加藤です。4。 あれは日本語で何ですかあれあ、あれは交番ですよ5、それは何ですかデジカメです6、山田さんの部屋は何階ですか3階です7、お名前はペドロですお国はスペインです8、ノート3冊くださいはい、3冊ですね 9、駅までどのぐらいですか ?1 キロぐらいです。10、新宿駅はどこですかあそこですよ。セクション5、1、何歳ですか ?28 歳です。2、どんな映画を見ますかコメディをよく見ますね。3、 黄色と赤の花をください。はい。黄色と赤ですね。4. 今日は暑いですね。ええ、本当に。5. 日本語の勉強はどうですか漢字は難しいですが、とても面白いです。6. いくらですか ?210 円です。7. テスト、難しいですかいいえ、簡単ですよ。 八、8. 鈴木さんはどんな人ですか親切な人ですよ。九、この靴、ちょっと大きいです。じゃあ、これはどうですか十、10. これ、綺麗ですね。ええ、とても綺麗ですね。セクション六、一、はじめまして。はじめまして。 どうぞよろしくお願いします。二、どうぞ。ああ、どうもすみません。いただきます。三、お国はどちらですか韓国です。四、日本は初めてですかいいえ、三回目です。五、和食は大丈夫ですかはい、大丈夫です。六、そろそろ失礼します。そうですか。 じゃあ、また。七。うわー、美味しそうそれ何ですかこれ中国のお菓子。一つどうですか八。いつ日本に来たんですか二ヶ月くらい前です。九。今、何時えーっと、四時二十分。十。今度の休み、どこ行くの友達と海に行きます。 セクション7、1、あのー、学校の電話番号分かりますかえーっとね、03-3205-13。2、ビデオレンタルはいくらですか一泊350円です。3、昨日、携帯を買いました。へえ、どこで買いましたか ?4、 田中さんの家はどこですか新宿です。学校に近いです。5. パクさんの先生はどんな人ですか面白くて優しい先生です。6. 山田さん、趣味は何ですか趣味うーん、写真かな。7. 日本語の授業はどうですかとても面白いと思います。8. この写真、見てください。ハワイの写真です。わー、綺麗な海。9、キムさんは日本人のボーイフレンドがいます。ええー、どんな人ですか親切な人です。それから、韓国語がわかります。10、カラオケ、カラオケ、どうですか ?1 時間1500円です。うーん、ちょっとね。 新宿のカラオケの方が安いですね。ああ、そうですか。じゃあ、1時間1300円でどうですかうーん、まだちょっと高いですね。セクション81木村さんの彼はどんな人ですかお金持ちです。2, 2山田さんの家族はタバコを吸いますかいいえ、誰も吸いません。3 ジョンさん、今日どこで昼ご飯を食べますかごめん、もう食べちゃった4先生、今何時ですかあ、時間ですねじゃあ少し休みましょう5いらっしゃいませ、お二人ですかはい6昨日のサッカー見ましたかうんうん、あまり好きじゃないから7 うわあ、その靴、かわいいね。ほんとありがとう。8、あれ山田さん、どこ行くのちょっとそこまで。9、あのー、すみません。次の電車は何時に来ますかあ、今の電車が終電です。終電ええ、電車は明日の朝まで来ません。10、 田中さんの誕生日はいつですか ?10 月15日です。えー、私は17日です。近いですね。セクション9。1。この辺に駅ありますかええ、すぐそこです。2。その辞書はいくらですか ?3000 円です。3。このノートは誰のですかあ、それ サラさんのです。4、山田さんの部屋は新しいですかい,いえ、古いです。でも綺麗です。5、田中さんの部屋は綺麗ですかい,いえ、綺麗じゃありません。でも新しいです。6、あー、今日は暑いですね。そうですね。今日もビールが美味しいですね。7、 サラさんは字が綺麗ですね。どれ見せて。あ、本当だ。8。え、アイス寒くないですかええ、美味しいですよ。9。映画、どうでしたか面白かったですよ。10。これは何ですかこれああ、これ、お好み焼き。え、お好み うん。お好み焼き。美味しいよ。セクション10。1。ああ、うまかった。ほんと、美味しかったね。2。2> ああ、お腹いっぱい。私も。3。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。いいえ、どういたしまして。4。 デザート食べますかいいですね。5たくさん食べてくださいね。はい、いただきまーす。6この店サービスもいいし料理も美味しいし。そうだね、また来たいね。7この店どうだったうーん、料理はいいけどサービスがちょっとね。8 これも美味しいよあ、それからこれも本当だ美味しそう9これ美味しいよちょっと食べてみるうん、ありがとう10豚肉はちょっとああ、そうなんだ